山野線は、かつて、熊本県水俣市の水俣駅から、鹿児島県埴良郡遊水町の栗の駅までを、結んでいた、九州旅客鉄道の鉄道路線である。国鉄再建法施行により、1984年に、第二次特定地方交通線に指定され、国鉄分割民営化後の1988年2月1日を、もって、全線廃止となった。山野線は、 沿線にある鉱山の開発のため付設された路線で、栗の山野間が軽弁鉄道法を巡用し、建設され、1921年に三野軽弁線として開業した。水俣山野間は、改正鉄道付設法別表第124号の予定線で、1934年に水俣区野間が山野再線として開業、従来からの三野線は、 山の東線と解消。1935年には山のあずま線が薩摩布の計まで延長され、1937年には県境区間の区議の薩摩布警官が開業し、全通した。この時に、線名は再び山の線に戻った。なお、区議の薩摩布警官にはループ線があったことで知られている。直径300メートルほどの円形で、そばに、 生活博物館ループ亭が建っている。廃止前年の1987年末から漫画が車体に描かれていたキハ52系機動車1両も1988年1月31日の山野戦災後の旅客営業日を迎えた。廃止にあたっては沿線住民の半数が見送りに駆けつけたという山野戦敗止時のもの。休校。 唐国山野線内廃止自転車駅接続路線の事業者名、駅の所在地は山野線廃止時点のもの。ありがとうございます。